そうですね。姉のみえもカレンダーを発売しているのは昔から知っていて、私もそれでカレンダーを出させていただくのが決まった時は本当にすごく嬉しくて、撮影もすごく楽しくて、今こうやってお渡し会の日を迎えられたこともすごい嬉しいです。出来上がったカレンダーを見てどう思いましたか？大きいよっていうのは聞いてたんですけど、こんなに大きいってもう想像してなかったので、自分がいっぱいで嬉しいです。あんまりそういうお写真を撮っていただくこともあんまり多くはなかったので、こうやってとか自分でこんな顔だったんだって思うきっかけになりました。そうですね。本当に撮影の時も、目の前にスタッフさんとかマネージャーさんがいたんですけど、いっぱい面白いお話をしながら撮影できてて、すごい自然体な自分でやれたから好きです。このカレンダーもセーラー服を着させていただいたんですけど、それもすごく嬉しくて、で高校生活も本当に思い返すと、その入学式の時とかは本当にすごく緊張で、お友達できるかなって不安もすごく大きかったんですけど、本当に今もすごい、幸せな生活を毎日送れているので、すごく毎日楽しいです。全部のカットがすごくもう幸せな思い出なんですけど、初めのこう写真のピンクのコートを着ている写真があるんですけど、夏場の撮影だったので、すごくなんかいろんな有名なモデルさんとかがなんか夏の時は冬の撮影をして、冬の時は夏の撮影をするから、すごくなんか寒かったり暑かったりっていうのを聞いたことがあったんですけど、それが初めての体験だったので、ああってなんか共感できる部分がありました。じゃあ実はこの時汗だくだったりとかしてるんですか？もう最後のカットだったんですけど、もう暑くて、しかもこの手も手袋、パワーをつけてて、頭もつけてたので、もう暑いなって思ってますね。これを頑張っ、なんだろう。私が、そういう、なんか、すごいモデルの方は、すごい、毎日すごい大変で、もう努力をされているので、私も運動することもすごい大好きですし、あと、なんかお姉ちゃんとかから、そのスキンケアのことを学んだりとか、そういうのは、すごく好きなので、なんか毎日頑張ってるんだなっていうのはあります。マリンさんとミユさんはこのカレンダーもすでにご覧になったんですか？あ、ご覧になりました。なんて言ってましたか？撮影が終わった時にマネージャーさんがその撮影のお写真を撮ってくれってので、それを家族 LINE に送ったりとか、この現像の写真をいただいた時も送った時にみんなも可愛いって言ってくれて、もうすごく嬉しくて、本当にもういいよってくらいみんないつも褒めてくれるので、もうカレンダーの告知をする時もみんなインスタに載せてくれたりとかして、本当に幸せな気持ちでいっぱいでした。マリンさん、ミユさんはお部屋とかにこのカレンダー飾ってくれそうですか？二人ともそのお姉ちゃんも一人暮らしなので、存在感があるので飾ってくれると思います。もうあっという間で、でも本当に大げさですけど第二の人生っていうか、もうなんか高校から本当に環境も気持ちの部分もすごく、去年はすごい乗り越えた年だったので、もう今はすごい毎日が一つの小さいことでもすごく幸せで、なんか、もうこれからもっと頑張ろうって思う気持ちにたくさん慣れた機会がすごく多くて、でもまだまだ大変なこともあるなって日々思っているので、なんか、でも一番は本当に高校生活、もう大成功なので、すごく幸せです。もうこのクリスマスの世界のクリスマスムードが本当に大好きで、最近も勉強しながらそのクリスマスの音楽を聴いたりとか、家族みんなで集まれるかどうかはまだわからないんですけど、
なんかケーキを作ったりして迎えたいなと思います。誰か一緒に過ごしてくれる特別な男性とかはいらっしゃらないあ、いますって言いたいんですけど、いません本当に100点満点。私もう初めてのカレンダーで、もう手に取ってくださる方いるのかなって不安も多かったんですけど、この情報を告知してからもうたくさんいろんなところでみんな買うよって言ってくれたりとか、一番嬉しかったのは、高校のお友達とかがその学校に行ったら、みんなでお金出して買おうかなとか言ってくれて、もうその雰囲気が本当にもう涙が出るくらいすごく嬉しくて幸せで、なんか特典で握手とかもあるんですけど、ちょっと握手したいから、なんか行こうかなって言って、今握手してるじゃん、手繋いでられたんですけど、今手繋いでるじゃんって言って、もう本当に幸せで、もう本当に自分恵まれてるなと思いますし、こうやってその高校1年生の16歳の年に素敵なカレンダーを残したのが本当に嬉しいです。そうですね、なんか、本当にあっという間に高校生活が終わっちゃうんじゃないかっていう焦りもすごくあるんですけど、もう、なんだろう。本当に、いろんな世界が大変なこともたくさんありますけど、もう一つ一つのことに当たり前じゃないんだなって感じながら感謝して過ごしていきたいですし、なんか、これを挑戦してよかったなって思う出来事が一つでもできたらなと思います。具体的には今パッと思いつかないんですけど、なんか今は本当に勉強が大変で、中学生の時とかは全然勉強量も違いますし、いろんな大変なこともあるので、でも将来につながるそういう資格とかを取ってみたいなって最近は思ってます。私自身は、お部屋に、家の中がそういうお姉ちゃんのカレンダーだったりとか、賞状とかがリビングとかに飾ってあるので、そこに仲間入りさせたいなって思ってます。そしてファンの皆様は、もちろん自分の好きなところに置いてほしいなと思うんですけど、なんか、玄関とか、自分がなんか、カレンダーって今日何日かなとか予定を書き込んだりすると思うので、そういう一番見やすい場所に置いてもらえたら嬉しいです。今日の衣装のポイントとか。衣装、なんか、黒のワンピースもあったんですけど、なんかみんな白のワンピースを着た時に、なんか、スタッフさん、マネージャーさんとかが、すごく可愛いって言ってくださったので、今日は白です。皆さん、先ほどスキンケアのアドバイスをお願いされた、マリンさんからですね。スキンケアはマリンからですね。本当にメイクもそうですけど、もう全部のメイク商品持ってるんじゃないかってくらいたくさん持ってて、あとはスキンケアもそうですし、でも私も結構昔からスキンケアすごく大好きだったので、なんか、最近は結構、昔は聞くだけだったんですけど、最近は、姉から、なんか、サラ何使ってるのとか、気をつけてることあるとか、なんでそんな綺麗なのとか、やってもらったりとか、する機会が増えて、あと、年齢というか、精神年齢というか、いろんなことを話し合える年になってきたので、そういうスキンケアのこともそうですし、いろんな、なんか、楽しいことも共有しながら、最近過ごしてます。恋愛相談ですか？恋愛、そうですね。私も、3人集ま、この前、先々週ぐらいに3人で集まったんですけど、その時も、話しました。はい、すみません、そろそろ。